はい、どうも、ハリウッドでございます。本日もファイナルファンタジーレコードキーパー、1日1回来てる10連ガチャですね、やりたいと思います。昨日ライブ配信で、リヴァイアさんですね、やったんですけど、まあ、アドバイスもいただいたりとか、いろいろな方やりながら、最終フェーズには行くんですけど、まあ、やっぱ死の宣告でね、ちょっときついんで、まあ、やっぱリヴァイアさんに対して、慣れかなって思ってます、正直。いけるかいけないかは。さあ、10連ですね。これは、正直2時とか、ミラボが出るとは限らないと。揺れるとも限らないんで。オッケー、イエーイ。一番の理想はプロンプトチェーンですが。見たことないね。ああ、これは、アーロンかい？なんか見たことある気がするけど。あ、ですね。アーロンだけど、戦技ってことか。ああ、一回の重式まといっすね。いいっすね。いや、これめちゃめちゃありがたいです。ありがとうございます。ゲージなしですね。で、地震を受けた回復攻撃力アップ最大中サイファーか。ほう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 。これも、レジェンマテスか。いや、これありがたいっすね。当たりだと思います。で、まあ、ちょっとね、リヴァイアさんやってて、かなり癖があるチームになってるんで、一応もうこれで行こうかなって感じですね。一回リレイズして、まあ、全員リレイズして、で、それで起き上がって、第一フェーズですね。第一フェーズだって、時間切れしたら全員同時にパターンってなると思うんで、そのタイミングで起き上がって、ファブラガーディアン、全部入り戦技で、各、で、アルブム入れて、体勢立て直して、そっから覚醒、打ち込んでってするんですけど、ですけど、ある程度、ダメージ進めないといけないんで、クイーンだけ覚醒入れて、クイーンだけ覚醒入れて、で、あと、起き上がって、リレーズで起き上がってからは、カインとライトネーサンで削る。で、クイーンはもうずっとバフロー、かなーって感じですかね。まあちょっとね、何回もやってみないとわかんないんで、頑張っていきます。それでは失礼します。バイバイ。